テニスの全米オープンで優勝した国枝慎吾選手は、18日、大会組織委員会と意見交換を行い、オリンピック・パラリンピックに一歩近づいたと話しました。選手はホテルに到着してから PCR を受けて、その2日後にもう1回 PCR を受けて、それからまた4日後に PCR を受けてと。今月アメリカで行われたテニスの全米オープン、車椅子の部の男子シングルスで7度目の優勝を飾った国枝選手は、自身が体験した大会の新型コロナウイルス対策について、大会組織委員会の幹部と意見交換を行いました。その上で国枝選手は、世界中から選手が集まる全米オープンはオリンピック・パラリンピックに一番近い、クラスターなく終わり、東京大会の開催に一歩近づいたのではと話しました。組織委員会の中村秀政ゲームズデリバリーオフィサーは、いろんな対策をして今世界中でスポーツが行われていることを考えると、来年の大会がないなんてことはないと思っていると述べ、安全安心な大会の開催に向けて意欲を示しました。